バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイもですね、最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。この1週間皆さんいかがお過ごしでしたか？いろいろね、暑いところでは梅雨入りしたとかしないとかですが、鹿児島市は、今のところ洗濯物が乾くお天気日和となっております。沖縄ですね、行きたい行きたいと言って5月が過ぎて6月が来るけど、6月は雨が多いのかなと思うと7月行こうかなと。そうすると、私のように仕事で沖縄に行く人は、観光客に紛れないといけないのかと思うと、みたいなことを考えてしまいがちですけれども、皆さんぜひですね、メッセージいただきたい内容がございまして、プライベートビーチの一般の人も行けるような、誰も知らないこう、なんていうの、地元の方しかね、こう行かないかもしれないけれども、というか知らないっていうね日本語回りくどいですけれども、とにかくぼーっとね、はい、ゆっくり見れる場所、ここのこのビーチはいいよっていう情報をお待ちしております。その情報をいただき次第沖縄に速攻向かいたい気分でございますけれども、まあ生きていますとね、いろんなことがありますよね。今日もこの命があるということに感謝をしてね、過ごしていかなくてはいけないんだなと思うんですが、最近ですね、作りました花束という楽曲の歌詞に出会うまで、いろんな言葉を削ぎ落とし、いろんな感情を削ぎ落としました。ですが、今の陽子が伝えたいことを、詰め込んだつもりです。早くね、皆さんにお聞きいただけるように今努めているんですけれども、どのような形でね世に出るのかなと、私は私で楽しみにしている楽曲でもあります。はい、ということで今夜1曲目は花束ではなく、陽子の一番新しいシングルにはなりますね、ラブレターズをお聞きください。幸せのピース、今この両手いっぱい愛を送りたい、心と心を続けてく明日へ。いただきました曲は陽子でラブレターズでした。まあね、このラブレターズの歌詞を本当ね、この間も仏教の先生方のお話をお聞きしていたら、私は
皆さんのおっしゃってることをラブレターズに込めているんだなと、しみじみと感じました。で、私は、まあ、前回もお話ししましたけれども、宗教というものはさ、やっぱりいろんな方々の考えが、一つのことを、まあ、貫くときにね、まあ、ぶれない、なんていうのかな、こう覚悟がある考えのもと、一つの、まあ、筋が通った考えのもとでは、どういう宗教であれ、どういう、まあ、先生方のさ、なんか教えの本とかさ、ね、まあ、自己啓発の本とかもそうだと思うんですけれども、まあ、歌詞とかもそうですよね。何か一つ筋が通っているとですね、まあ、通ずるものは同じなのではないかと。ただ、歌詞というものに関しては表現が、もう無限ですので、それを逆手にとって真逆のことを書こうとか、ハッピーハッピー言って実は内容アンハッピーな感じで異常な感じをね表現しようとか、まあ、いろいろあると思うんですよね。うん、で、私はね、こう、この宗教がどうで、何がこうでとかさ、まあ、何と言いましょうかね、私の中では政治というものもそうだと思うんですよ。政治自体も自分にファンを獲得するという言い方はねちょっと正しくないですけれども、自分を押してくださる、自分に自分を重ねてくださる人をさ募って、より良い生きれる、なんていう、より良く生きれるか、より良い社会のためにというね方々を、まあ、自分の等身大を置くわけじゃないですか。それもある意味アーティストの世界と似てますしね。まあ、今日何が私は言いたいのかというと、まあ、いろいろあるんですけれども、自分が歌詞を書くにあたって他の人ならコンセプトがしっかりしてるから、まあね、あの悪くならないように歌詞がどんどん出てくる場合も、こと人生であったり、生き様であったり、そして私をというフィルターを通すとね、すごく考えた時に通ずるものが、新しい宗教ができるんじゃないかとか、自己啓発本が書けるんじゃないかとかね、いろいろ思うんですよ。で、最近インプットするのにね疲れちゃう、アウトプットするのはすごく楽っていう、今までとは逆の現象が起きておりまして、何なんでしょうね人って。本当に物書きだからじゃありませんし、私は物書きという呼べるほどのね好きではないんですが、ただね、私のことを必要としてくださる方々がいるということは、やっぱりさ大事にしていきたいし、でね、最近ね、こうとあるイベントのイベンター業として関わりつつ、まあ、陽子がいるなら歌ってってなるでしょうけど、まあ皆さんね、あの歌では呼べないけど、今年ありがたいことに歌では呼べないけど司会で来てついでに歌ってほしいとか歌では呼べないんですけれども、あのイベントをね、イベンターとして関わってもらってついでに歌ってほしいと、陽子さんの声を一人でも多くの人にね聞いてほしいと、めちゃくちゃありがたいことですね。もう意外と今年あの司会と歌のステージ一緒なんじゃないかぐらいねごめん、笑いが止まんない。次の曲に行きましょう。まあちょっと陽子の思想はね後ほどまたお話ししましょう。では今夜の2曲目、そんな私がですね、平和を願ってどのように曲をね歌詞を変えたらいいのかなと思ってね、歌詞を変えております。陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれだけ叫んでも届かないなら、わからないなら変わらないなら、
あなたがいる未来は満たされて穏やかであるようにと、みんなが同じように星に祈るでしょう。それなのに何一つ変わらないまま、変わらないなら歌おう。いつでも心の種を鳴らそう。あなたが優しい思い続けられるように、目の前に見えてるもの全てが全てではない。できなくても心と心抱きしめて、私たちの新しい日々。お聴きいただきました曲は陽子で Beautiful Days でした。まあね、こういう高らかに、これはゴスペルをイメージしてサンドプロデューサーのイッシーと作りましたけれども、今回その冒頭に言いました花束は合唱曲として今作っておりましてね、そう、6月6日にサンエル鹿児島というホールで開催されますプロジェクトイタリアニッシモによりますアルベルト・ピッツォさんのコンサート、ピアノのリサイタルなんですけれども、1曲陽子が花束でコラボさせていただきます。このコラボステージ、一緒に歌ってくださる中高生の子供たち募集しております。歌が好きであれば、習っている習ってない、合唱部に所属しているしていない関係ありません。ぜひ一緒に歌いましょう。このラジオを聴いて出たいなっていう方、陽子のオフィシャルホームページ YOKO 陽子鹿児島からメッセージいただいたり、インスタ陽子ドット鹿児島と打っていただきますとすぐヒットしますので、インスタにね DM ください。チーム陽子が、ご連絡お待ちしておりますので、ぜひぜひお願いいたします。そうそう、インスタといえば最近 DM でね、なんかこういうお仕事どうですかっていうなんかこととかね、あ、インフルエンサーにこいつはなるかもしれないと思って、連絡来るようになったなと思っております。すごいよね、そういう感じでみんな仕事していくんだなっていうのを知りましてね。私たちの世代もギリインスタ、なんと言いますか、インフルエンサーになれる世代なんでしょうね。
すげえ人事ですが、まあ若い子といえども、やっぱり、大人がこの社会世界作ってますからね。だからこそ大人はしっかりしないといけないと思うんですけれども、まあね、いろいろあるし、もうほんとね、いろいろ言いたいこともあるけれども、まあ私もね、発言にはちゃんと気をつけないといけないなと、あと制作する上でも気をつけないといけないなっていう知識をね、増やしながらね、誰かの役に立てるよう努めていきたいなと思っております。まあというのもね、今あまりにもこう浮き彫りになるね、問題が悲しいなと。誰かがさ、誰かを利用して、なおかつ自分の欲のために動いて、結果いろんな人に迷惑かけてるっていう人がいっぱいじゃんね。ひどいよね。お前もだろうっていずれ言われるのかもしれないけど、でもいや、そうじゃないよっていうさ、味方してくれる人をさ、本当のこと知ってる人をやっぱ増やさないといけないけど、結果を増やしてない人がいっぱいでさ、なんかね、悲しくなっちゃう見てて。そうで、まあ、さっきさ、宗教だとか、いろいろ言ってましたけれども、結局私なんかはもうさ、こう極めるためにいろいろ考えると、インプットが大事な時期とアウトプットが大事な時期とあるけれども、今の私はアウトプットばっかり、アウトプットというのは表現者ですよね、発信者にしか今自分がなれないなっていう感じなんですよ。まあそれはね、すごく自分にとっては、めんどくさいことでもあります。なんでアウトプットがめんどくさいのか、そこにはね、ある程度の感情の熱量があって、それが苛立ちであったり悲しさであったり、私にとっては普段には負の要素だなと思うことがね、意外とエネルギーになったりするんですよ。それはね、結構私にとってはすごくストレスですね。もしかしたらこう怒ってる時のこの爆発を絵に表現してとか、写真に表現してとか、だから普通の感情じゃいられないっていうアーティストもいるかもしれませんが、私の場合は平穏無事で生きていきたいので、できれば疲れないでね、アウトプットしていきたいんですよね。とはいえ、人生山あり谷ありという言葉は好きではありません、ただ、いろいろあります。だからこそですね、今、私は全国回ることのついでではありませんけれども、まあね、あの東京ドームコンサートをするための一つの出会いとして、子どもたちとの笑顔と触れ合いたいと。なのでサウンドプロデューサーも務めてますが、アーティストって言っていいのかな、違うな、ヒーローのじゃんけんマンと一緒にね、全国子どもたちの笑顔を見るためにというプロジェクトをね、今進めておりますので、ぜひうちの保育園、幼稚園、小学校に来てほしい。中高生も大歓迎。私たちに来てほしいという方、ぜひぜひお声掛けください。 SNS でね、いろいろ発信していけたらなと思います。30代、ジャンケンマンも30代なんですよね。彼もね、 NHK の、 あの取材とかでいろいろ、なんていうのかな、これは変身前か、変身前だ、変身前も出してるからね、30代頑張ります。まあ結局さ、私なんかは、ずっと生き様が、アーティストであったりヒーローでいられるのでね、で私の場合はもう生きていればずっとお母さんですから、そこに本当感謝しながらね、子供たちと関わっていきたい。でサウンドプロデューサーの意思もね、生きている間お父さんですから、お父さんとしてもね、意思も関わってくださると思いますし、何よりも多くの方がさ、やっぱり子供たちの笑顔を見て幸せになってくれるというこの社会、本当ね、大事にしていきたいし、その一部として自分たちにできる形で寄り添いたいと思ってますので、ぜひぜひ遠慮なくお声掛けお願いいたします。ではでは、今夜最後の一曲。今日ね、本当ね、もう生きることにね、なんていうのかな、本当考えさせられる日々っていうのはね、歌詞を書けば書くほどあります。だからこそ、みんなの歌とかねNHK さんのみんなの歌とか狙ってね、そうそう、あのちょっと深いだけどライトな軽くて深い味わいの楽曲作っていきたいなと思います。まあ、そんな欲がね、今夜も届けたい。今日は子供たちの歌声も聞きたいんで、この楽曲、このバージョンでいきたいと思います。ようこと中田中学校音楽部の
キス&ハグお聞きください。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。愛しくてたまらない、守り抜きたいよ。いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛。言葉は世界を変えていくために必要な I love you。お聴きいただきました楽曲は陽子と永田中学音楽部バージョンでキス&ハグでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあとにかくね、今ね娘の死の高校生になりましたが、一緒にいますとね、エネルギーがプラスしか生まれません。まあすごいよ本当に。なんというのかな、こう子供って、まあ2番目ののんちゃんもさ1歳になって、のんちゃんもねエネルギープラスしか生まれないんだけどさ、もうね何なんでしょうあの2人、まあ、第一次成長期と第二次成長期ね、どっちもうちにはありまして、エネルギーが溢れておりまして、お父さんもお母さんも娘たちがただ息を吸ってキャハキャハ笑ってくれるだけで、というかただ息を吸って一生懸命生きてくれてるだけでですね、こんなにも穏やかに元気に生きることができるんですが、まあそれプラスね、あんなエネルギーが溢れてくるともうねこっちも疲れが ぶっ飛ぶぶっ飛びます。疲れぶっ飛んで、こっちもエネルギーしか出てこないんですね。頑張ろうとね、朝5時台に起き、まあ日によってまちまちですけれども、朝早く学校に行ったりね、そうするわけじゃないですか。普通さみんな頑張ってるからどこの家庭でもあることですよ、まあ、これをさ親がねプラスだと思って自分も頑張れるか、朝早いな大変だなと、もうちょっと子供ほんと大変と思うか、それは自由です。ただね、若い芽は摘まないように皆さん
していきましょう、お互い。だから若い目から得るパワーガンガンもらって、自分たちも若返りましょうお前そこが痛いだけだろうと、本当そんな感じですねなので皆さんもね、今週1週間もめちゃくちゃハッピーにパワフルに過ごしてください。ようこも頑張ります。ではでは、この後ひふみずバーです。ひふみさん、今夜もよろしくお願いいたします。ではでは、せーの、バイバイハッピー。